ャンプで見かけて以降3.6億円が行方不明に。フェルナンデスは2軍で投げてるの見た。コルデロは日本なめ調整でほとんど投げずに来日した感じちゃか。ハーンは自分とこだけバリバリのメジャー取りましたなんて言ってたけど嘘だったのか。コルデロは普通にメジャーリーガーやで日本なめて調整しないで来日して全然使い物にならない状態だった。カスティーヨでよかったよな。フェルナンデスは2軍戦で159キロかなんか出してたらかまだええわ。コルデロはマジでどうなってんねん。長い目で見たら木村早坂もローテ争いしてほしいなと思う。それはそれとして今年どうするんだろうな。フェルナンデスがそもそも投げないし、石川コルデロフェルナンデスは投げてもいないのかな。6人目の先発用意できてないの普通にフロントの怠慢だよな。ドラフトで木村と早坂いるならトレードか外国人で何とかしないといけなかった。そのためのフェルナンデスだけどこけたな。その保険がダイクストラだしな。中継ぎ潤沢だから何となってるけど、コルデロこけてるの何気に痛いんだよな。枠あるし誰か追加で取ってこいよ。コルデロもフェルナンデスもここまで投げすらしないとはな。フェルナンデスは2軍で2試合で計2回だけ投げてるな。防御率 0.00。 コルデロは1試合で 0.2 回、防御率 40.50。 フェルナンデスとコルデロが普通に投げて先発抑え合ってくれたら優勝してしまうと思うが、あいつら何やってんだよ。フェルナンデス投げてくれよ。何やってんだよ。そろそろコルデロ欲しいな。